滋賀県大津市にある小さな水族館琵琶湖ベースにやってきたでち。ドアの内側がとっても可愛かったでち。足元を見るとうなぎさん。入館者特典で次のシールがもらえるでち。ママの好きなカエルちゃんのコーナーでち。スタッフのお姉さんがお手手に乗っけてくれたでちよ。この子は日本ヒキガエル。大好きなヒキガエルさんに触れられてママはとっても喜んでたでち。ずっしりと重かったらしいでちよ。こっちは流れヒキガエルさんでち。赤い色がとっても綺麗だったでち。小さな水族館琵琶湖ベースは2022年7月30日にオープンしたらしいでち。水族館と名付けたのは、各地の水族館が目的とする教育、調査研究、種の保存、レクリエーションの全てを満たしているからだそうでち。小さな水族館なんですが、琵琶湖を中心として日本各地や温帯域の淡水生物を常時100種類以上展示しているらしいでち。そして展示するだけではなくて、繁殖技術の確立や生息環境を失った生き物を一時的に預かる生息域外保全の場としても利用されているでち。生息域外保全とは、絶滅危惧種を守るために安全な施設に生き物を保護して、それらを増やすことにより、絶滅を回避する方法でち。この保全には、各地の水族館や動物園、植物園、飼育栽培専門施設で行われているそうでち。といえば、以前行った鳥羽水族館で撮影したこの子もそうでした。この琵琶湖ベースにはたくさんの
絶滅危惧種は展示されていて、知っている生き物もいれば、名前だけしか聞いたことがなかった生き物もいたり、初めて見る生き物たちがたくさんいたでち、似ているようで名前も違えば生息地が全く違っていたり、ネームプレートを見ながらなのでわかるんだけど、絶滅危惧種がどれなのかまではプレートなしでは全然わからなかったでち。絶滅危惧種の子たちが絶滅してしまったら、この子たちのもう可愛い姿をもう二度と見ることができなくなってしまうねち。たかが魚一種類くらい地球上から絶滅しても、人間の生活には対して影響はないだろうなんて思ってほしくないでち。地球上で暮らす命ある生き物たち、自然界に生きる生き物や植物は仲間が減ってきてしまったなぁと、もし思っていたとしても、どうすることもできないでち。人間が自然界に悪影響を与えないようにしたり、こういう保全活動をしたり、絶滅を回避するしかないと思うでち。生き物が好きな人なら、好きな生き物や大切にしている生き物がお星様になる悲しさを経験していると思うでち。知っていると思うでち。絶滅は星になるよりももっともっと悲しいことだと思うでち。地球上から消えてしまう、二度と会えなくなるでち。絶滅の原因は乱獲だったり環境汚染だったり、本来生息していなかったエリアに外来種が入ってきた影響だったりと、いろいろあるでち。今回琵琶湖ベースに来ていろいろと知ることができたし、考えさせられることもたくさんあったでち。今回撮影してきた生き物たちを少しでも多く見せたくて、尺がちょっと長くなってしまったんでち。まだ残ってる動画があるので、もしよかったら続編も見てくれる